安藤忠さん、おはようございます。報道関係の皆様方には大変ご対応の中をお集めていただき誠にありがとうございます。本日は令和6年度の大垣市当初予算につきまして発表させていただきます。今年度に引き続きまして物価高騰という苦難に直面をしております。人件費、扶助費といった義務的な負担も増加しているという厳しい状況下ではございますけれども、大垣市未来ビジョン第2期基本計画に掲げております選ばれる町大垣、創造プロジェクトに位置づけた事業につきまして、積極的に取り組んでいくとともに、年頭の記者会見で掲げました競争の芽吹く都市をテーマに重点項目を定め、予算を編成させていただきました。これから発表させていただきます。大変恐縮でございますけれども、ここからは着座にてお願いいたします。それでは令和6年度大垣市当初予算につきましてお配りいたしました、こちらの資料の方に沿いまして、選ばれる町大垣令和6年、当初予算案の概要につきまして、ご説明をさせていただきます。3ページをお開きいただきたいと思います。予算編成の基本方針でございます。国の令和6年度予算、時代の変化に応じた先送りできない課題に挑戦し、変化の流れをつかみ取る予算として、一般会計は前年度を下回るものの、約112兆6000億という、億円という過去2番目の規模の予算総額となっております。地方の予算編成の指針となります、地方財政計画におきましては、社会保障関係費や人件費の増加が見込まれる中、子ども・子育て政策の強化とさまざまな行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるように、地方交付税等の一般財源総額については、前年度を上回る額が確保されました。こうした中で、本市の令和6年度一般会計予算でございますが、歳入につきましては、賃上げ傾向などを反映し、給与所得の増が見込まれるものの、国が実施をいたします定額減税の影響によりまして、個人住民税は減収になると見込みました。市税全体で前年度比 1.5% の減で計上いたしております。こちらの定額減税による個人住民税の減収につきましては、国から全額補填されることになっておりますので、地方特例交付金が大幅に増加しているほか、地方交付税も増額となるなど、一般財源の総額は前年度比 2.1% の増となっております。歳出につきましては、先ほど申し上げました競争の芽吹く年をテーマとして3つの重点項目、水道大垣の再生、また町の拠点づくり、そして子どもの居場所づくりに関する取り組みを進め、大垣市未来ビジョン第2期基本計画に掲げます選ばれる町大垣の実現に向けた町づくりを着実に推進する予算としております。予算規模でございますが、一般会計は635億6000万円で、前年度比16億1000万円 2.6% の増、特別会計、企業会計を含めました市全体といたしましては1780億2600万円で、前年度比79億4000万円 4.7% の増となっております。次のページをご覧ください。市税につきましては、先ほど申し上げました通り、国の定額減税の影響によりまして個人市民税が減収となるため、市税全体で前年度比 1.5% の減の278億1000万円を計上いたしました。地方交付税につきましては、6年度から過少、子ども・子育て費といった新しい算定項目が設けられたことや、人件費の上昇、物価の高騰が加味されることによりまして、前年度比 21.1% 増の46億円で計上いたしました。繰出金は前年度比 11.1% の増となっておりますが、物価高騰などによる財源不足を補うため、財政調整基金の繰入金を、また
地方債の返済である交際費の負担平準化を図るため、減債基金の繰入れ金をそれぞれ増額したことによるものでございます。主催につきましては、地方交付税の代わりとして借り入れる臨時財政対策債を3億円減の2億円で計上するなど、全体で 3.5% の減としております。一般会計の私債残高見込みにつきましては、令和5年度末で約624億円でございますが、令和6年度末には約606億円と、約18億円の減少となる見込みでございます。最後に、その他につきましては、前年度比 16.7% の増となっておりますが、こちらも先ほど申し上げました、国の定額減税による個人市民税の減収について、その全額が国から補填されるということで、地方特例交付金がおよそ6億8000万円増加するほか、昨今の車検売上の好調を反映して、競輪事業からの繰入金を1億円増額させていただいております。こちらにつきましては、事業費が増加している子ども費、子ども医療費支給事業や、障害児通所支援事業などに生かしていきたいと、活用していきたいと考えております。下のページをご覧ください。歳出でございます。民生費については、障害者にかかる介護等給付費、訓練等給付費が増加しているほか、生活保護などの扶助費、制度拡充される児童手当等により、前年度比 6.2% の増となっております。衛生費は 15.4% の減となっておりますが、新型コロナウイルスワクチン接種の特例臨時接種期間がこの3月で終了となり、事業規模が縮小するためでございます。土木費は前年度比 6.1% の増で、水路改良等の治水事業や今回、重点項目として挙げております、水都大垣再生プロジェクト推進事業のほか、大垣駅南前地区の市街地再開発事業などが増加しております。教育費につきましては、東小学校の屋内運動場の改築、市民会館の解体、水都ピアセンターなどの長寿命化事業などにより、前年度比 19.2% の増となっております。交際費は前年度比 2.8% 減の54億7000万円程度となっています。次のページをご覧ください。令和5年度から計画期間がスタートいたしました大垣市未来ビジョン第2期基本計画でございますが、市民や市内企業の方々から住んでよかった、いつまでも事業を続けたいと思ってもらえる街であり続けるとともに、他の地域の方々からも住んでみたい、起業してみたいと思われる街を目指し、重点的に取り組む事業として、選ばれる街大垣創造プロジェクトを位置づけ、取り組んでまいります。それでは、プロジェクトに位置づけた事業につきまして、新規事業を中心に説明をさせていただきます。なお、この後、競争の芽吹く年として、6年度の重点項目に関してご説明をさせていただきます。そちらの関連事業にも、計上している事業については、後ほどまとめてご説明させていただきますので、ここでは一旦省略をさせていただきます。ご了承ください。まず1点目の、まず1つ目の柱、安全で安心できる街づくりでございます。9ページをご覧ください。左下の非常用物資等備蓄事業につきましては、引き続き避難所にポータブル太陽光発電機を整備していくほか、同じく避難所等において、新たに防災用マットと組み立て式給水タンクを整備していくものでございます。まず、防災用マットでございますが、今年度から民間企業と連携して開発しているものでございまして、普段は学校の椅子のクッションとして使いながら、災害発生時には複数を連結して、避難所で使用できるマットを全小学校に配備するものでございます。
また組み立て式給水タンクにつきましては、先般能登半島地震において本市が派遣をいたしました職員から現地の状況について報告を受け、断水時の飲料水確保のために重要であると考えました。避難所等に設置する応急的な給水タンクを順次配置してまいります。次のページをお願いいたします。右上の夏期間共同等事業でございます。市役所内に社会福祉士や保健師といった専門職を揃えた支援体制を整え、近年増加しております8050問題や介護、障害者支援、児童等といった複合化、複雑化した相談などに対応していくものでございます。2つ下の体育施設、永善事業につきましては、浅中公園陸上競技場において、日本陸上競技連盟による第三子公認の時期更新を迎えるにあたりまして、走路幅の変更や舗装修繕等、大規模改修を実施していくものでございます。下のページをお願いいたします。公共施設長寿命化事業では引き続き総合福祉会館や御徒山ふれあいセンター、スイートピアセンター、歴史民俗資料館などの公共施設を安全で安心してご利用いただけるよう、外壁改修や設備更新などを計画的に実施してまいります。次のページをお願いいたします。2つ目の柱、希望あふれる活力あるまちづくりでございます。左の上から2つ目、大垣駅南前地区市街地再開発事業につきましては、街中の再生や都心居住の促進によるにぎわい創出を図るため、旧百貨店を中心とした大垣駅南前地区の再開発を支援してまいります。次に右上の地域おこし協力隊事業では、現在2人の隊員が上志津地域において、地域の魅力発見とその発信などに取り組んでいただいておりますが、さらに2人の隊員を雇用し、体制を増強するものでございます。次に2つ下の AI 活用事業では、AI 技術活用に関する職員研修等を行いながら、チャット GPT などの各種 AI 技術を導入し、行政事務の効率化と市民サービスの向上につなげてまいります。下のページをご覧ください。左上のスマートシティ推進事業のうち、EBPM 推進事業でございますが、大量のデータの集約やその可視化等を行うことができるシステムを導入し、合理的根拠に基づく政策立案を進めていくものでございます。EBPM とは、エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキングの頭文字を略したもので、エビデンスに基づく政策立案のことを指します。また、3次元のデジタル地図である 3D 都市モデルを整備し、人流データの分析から新たな街中の公共空間デザインを作成するなど、今後のまちづくり等に活用してまいります。次のページをご覧ください。右のデジタル地域通貨活用推進事業でございますが、大垣市版デジタル地域通貨仮称ガキペイを導入し、各種サービスや買い物等での利用を促進することで、地域内の循環を通じた地域経済の活性化を図ろうというものでございます。また、すぐ下のデジタル版プレミアム付き商品券発行事業につきましては、このデジタル地域通貨の仕組みを利用した商品券の発行事業を支援し、デジタル地域通貨の実用化を推進してまいるものでございます。次に16ページをご覧ください。左の上から3つ目、日本昭和音楽村では、開館30周年を記念し、海上自衛隊音楽隊による演奏会や著名な音楽家を招いたコンサート等を開催してまいります。またその下でございますが、こちらは松尾芭蕉王の生誕380年を記念いたしまして、奥の細道の魅力に触れることができる企画展等の開催を行ってまいります。
下のページをお願いいたします。続きまして3つ目の柱、子育て日本一を実感できるまちづくりでございます。左上の移住定住促進事業では、水とともに生き生き生きる街大垣 PR 事業といたしまして、バンテリンドーム名古屋でのプロ野球の試合において本市がゲームスポンサーとなり、スタジアム内での PR 動画の放映や PR グッズの配布などを行うなど、本市の魅力を発信する PR 活動を行ってまいります。右の上から2つ目の産婦健康審査事業と、その下の産後ケア事業につきましては、健康審査の無償受診回数を増やすなど、それぞれ事業の拡充を行い、産後の母親と子どもへのサポートを充実してまいります。次のページをお願いします。左上の妊活健診費助成事業につきましては、不妊の早期治療を促進するため、保険適用外となっている不妊検査に要する費用を支援してまいります。次に20ページをご覧ください。左の一番下、保育園等サポートスタッフ配置事業でございますが、清掃や給食の配膳、寝具の用意など、保育園や養護園における周辺業務を行うサポートスタッフを配置し、保育者の負担軽減と保育の質の向上を図ってまいります。以上が選ばれる町大垣創造プロジェクトに関わる主な事業の説明でございます。次のページをご覧ください。21ページでございます。令和6年度予算の3つの重点項目についてご説明させていただきます。年頭記者会見の折に今年の言葉を引き続き競争にすると申し上げました。それと同時に昨年の競争を競争の根付く年と置き換え、本年令和6年度を競争の芽吹く年とさせていただきました。令和5年度は競争という言葉を常に持ち出しながら、お役所にありがちな縦割りの思考を変えていこうと職員と共に取り組んでまいりました。その結果、今確実に大垣市役所に競争という概念が深く根付いてきたと確信をいたしております。令和6年度は市全体に根付いたこの競争後の取り組みが芽吹くよう、引き続きこの水戸大垣の再生、そして町の拠点づくり、子どもの居場所づくりを重点項目として掲げ、選ばれる町大垣の実現に向けた町づくりを着実に推進してまいる所存でございます。次のページをお願いいたします。22ページでございます。まず一つ目、水戸大垣の再生でございます。引き続き大垣市民の誇りである湧水を生かしながら、水戸大垣のブランド力をさらに高め、水戸大垣再生のプロジェクトとして横断的にさまざまな事業を展開してまいります。とりわけ令和6年度は、水を見る機会、水に触れる機会を増やすことで水戸を感じられる風景を作り出すため、こちらのイメージございますけれども、大垣駅南口に、井戸船を整備してまいります。ちょうど JR 大垣駅南口、エスカレーターを降りてきたところ、そして、西へ少し進んでいただいて、横断歩道のあるところに、2つ土管型の井戸船と、下から吹き上がってくる井戸、現在令和5年度に井戸を掘らせていただいております。令和6年度にこうした井戸船、水を見る機会、水を触れる機会、そのものを増やしていきたいということで、政策に進んでおります。また美濃地沿いに新たな湧水スポットとして、清水町緑地を整備するほか、水門側遊歩道である四季の道の歩道や緑地の整備、また掘り抜き井戸発祥の地として知られております、こんにゃくや分子地井戸の
案内板のリニューアルなど、湧水に出会う回遊性を再生してまいります。さらに昨年、国土交通省から川町大賞を賜りました。さらに水を身近に感じていただけるように、川町テラスをはじめとする水辺を生かしたイベント等を一体的に進めるほかに、24ページにございますように、図書館での展示等を通して水と大垣を学べる機会を創出したり、市民活動団体等からの提案事業を募集するなど、官民連携での競争により水と大垣再生プロジェクトを推進してまいります。次のページをご覧ください。2つ目、町の拠点づくりでございます。活力ある町づくりを進める上で、拠点づくりは重要な課題でございます。とりわけ市の中心部にございます大垣公園や北公園の再整備は大変重要な施策のと認識をいたしており、大垣公園と再整備基本計画策定事業につきましては、大垣城を核とした大垣公園の再整備に向け、現在策定中の基本構想に基づき基本計画を策定してまいります。また北公園基本構想策定事業につきましては、公園内にある老朽化した施設の将来の整備に向けた方針と公園全体の在り方を示す基本構想を作成してまいります。次のページをご覧ください。大垣西インターチェンジ周辺土地利用可能性調査事業につきましては、地域活性化につながる新たな拠点として、観光や農業、産業、防災等あらゆる土地利用の可能性を調査研究し、土地利用構想を策定してまいります。さらに東地区センター改築事業につきましては、老朽化の著しい東地区センターの改築工事に着手をし、安全で利用しやすく環境にも配慮した施設にすることで市民サービスを向上させてまいります。次のページをご覧ください。3つ目、子どもの居場所づくりでございます。近年のライフスタイルの多様化などによりまして、子どもの居場所づくりはますます重要な課題となってまいります。子ども真ん中応援サポーターを県内で初めて宣言いたしました本市としては、子どもを安心して産み育てられる環境を整備するために、お父さんやお母さんやおじいちゃんやおばあちゃんたち、家族、そして家庭はもちろんですが、地域や学校が共に子どもを育てていく共育てが重要であると認識し、地域や学校も一体となって子どもの成長を支援していける場を創出するとともに、多様なニーズに応じた相談体制等を整備してまいります。まず泊まり木教室事業では、家族以外と関わりを持てない児童生徒が自宅から一歩、まず最初の一歩を踏み出す、そんな自立支援の場を創出してまいります。また部活動地域移行実証事業では、休日の学校部活動を新たな実施主体が行う活動へ移行することができるよう実証事業を実施してまいります。そしてスクールサポートスタッフ配置事業では、教職員が児童生徒に向き合う時間を確保することができるよう、教職員の事務を補助するスクールサポートスタッフを小中学校に配置してまいります。次のページをご覧ください。子ども家庭センター事業では、母子保健と児童福祉のご連携を強化し、妊産婦への相談支援や養護児童への支援といった機能を持つ一体的な子育て支援機関を市役所庁舎内に設置いたします。さらに子どもの職業社会学習体験機会創出事業では、子どもたちが市内事業者等の職業を体験できるイベントを開催し、楽しみながら社会について学ぶことができる機会を作ってまいります。最後に子どもの居場所づくりモデル事業では、子どもの居場所づくりを実施する団体を支援するとともに、子どもの居場所づくりに関する課題を整理して
今後の施策について研究してまいります。以上、競争の芽吹くテーマを芽吹く年をテーマとして3つの重点項目を説明させていただきました。今後とも選ばれる町大垣を目指して全力で市政運営に取り組んでまいります。記者クラブの皆さん、そして市民の皆さんにはより一層のご支援ご協力をお願いいたしまして、令和6年度当初予算を説明とさせていただきます。ありがとうございました。